まあ今後皆さんいろいろと人生進められてくると思いますし、まあ、自分もですねあの常々考えてたことがあるので、まあ、ちょっとそういう話をです、ね、させていただきたいなと思ったんですけども、まあ、例えば人生のマーケティングっていう風に言ってたんですけどあのマーケティングってものの売り買いとかっていうだけじゃなくてやっぱりその相手お客さんが求めてるものをいかに適切に届けるかっていうのがマーケティングだっていうふうに私は思ったんですよ。で そこに行き着くまでって私もすごくやっぱり時間かかってですね、まあ、今日の最後の方でちょっとご紹介しますけど、ラーニングエッジっていう会社がやっているセミナーズっていうところがあって、そこがあのマーケティングに関する3日間のこうスパルタ教育の,あの講座があるんですけど、それをですね受けたらですね、結構目から鱗の部分があって、で私はあのもう5年前に受けたんですけど、毎年1回同じ講座をもう5回も受けてるんですけど、 マーケティングってやっぱり勉強をちゃんとするとすごい変わるなっていうふうに思ってるんですよね。なのでちょっとそういう、えー、マーケティング勉強した方がいいよっていうお話とか、そのただものの理解だけじゃなくていろんな考え方があるんだよっていうお話をちょっとしたいなというふうに思,思いました。それで、例えば人生、長生きしてきますでしょと。で、多分私なんかはちょっと100歳。 どうかなとか思うんですけど、あのお若い跡部さんとかですねあの、永遠の20歳の上野さんとかは、多分100歳まで楽勝で,できると思うんですけど、まあ、そうした場合ですねこう、サラリーマンの方とかは出世するか、転職するか、あるいは副業でお金稼ぐか、独立するか、まあ、そういうことを考えなきゃいけないのかなと。まあ、あのお金がたくさんある方は、ですね遊んで暮らすとか、ですねボランティアをして人のために尽くすとか、そういうのもあるかもしれないですけど、まあ、そうじゃない、一般的な人っていうのは、 会社の中で出世していくか、転職するか、副業でプラスアルファでお金稼ぐか、自分で会社を作るかって、こういう選択肢ぐらいしかないと思うんですよ。そうすると、例えば出世とか転職とかって考えたときに、出世をするっていう場合は、会社から言われたこととかを言われた通りにこなすんじゃなくて、ものの見方を変えて、この間のメルマガネも書いたと思うんですけども、自分の。 USP、ユニークセディングプロポジションっていうふうに言うんですけど、強みっていうのに磨きをかけるっていうのが、まあ、会社の中で一つの成長ポイントかなと。で転職するっていう場合は、その USP の年出ですよね。だから、USP を磨きをかけて、すごいとんがった USP を持ってますって言っても、転職先の会社の人はよく分からなかったですので、分かりやすいような強みっていうのを何か作って、でそれをキャリアシートに書いて、あ,のある程度、 百色って言ってますけど、要は持るっていうことが重要なわけですよね。だ機能性表示食品検定講座上級取得とかって書いとくと、これは何ですかって当然向こうは聞いてくるわけですよ。で、資格の欄ってなかなか皆さん書くことないじゃないですか。で、今時普通自動車の運転免許とか書いてもそんなもんふんとか言われちゃったりするので、まあそのキャリアシートの資格の欄にね、機能性表示食品検定講座とか届出者承認講座の卒業してますよとかって書くと、これは一体何ですかとかって聞かれるし。 特に健康食品系の会社さんとか、まあ、化粧品会社さんも最近、健康食品出してますので、化粧品会社さんとかの転職っていうときにも、そういう肩書きっていう意味では役に立つのかなと。で、今度、副業しますとか、独立しますとかっていうときに、副業をする場合っていうのは、あの会社の仕事をしながら片手までできる儲かるビジネスっていうのを探すか、投資案件を探すかっていう、この2つに限られると思うんですよ。 モーかるビジネスっていうのは例えばどういうのかっていうと自分という労働力を時給で出してバイトみたいなところで時給1000円とか1500円とかでなんかスーパーとかコンビニで働くのか家庭教師をやるのか何かいろんなものとかでモーかるビジネスっていうのを労働力っていう形で出すっていうパターンもありますけども物販って言ってさっきアマゾンの話も出ましたけども安いものを仕入れて 売れるところに高い値段で出すっていう、まあ、商売の基本ですけどね、安く仕入れて高く売るっていうことを、まあ、できるか、まあ、もう少し砕けた言い方をすると転売とかです、ね、言いますけど、まあ、そういったことがありますねとで、あるいは投資案件を探すってことなんですけど、あの私はですね、まあ、自分でも投資はやったことはあるんですけど、すごくお金がある人だったら投資っていい,い,いと思うんですけど、そうじゃない方々。 まあ要は銀行口座に1億円ぐらいずっと置きっぱなしで使ってないんですみたいな人がいたら、それは絶対投資したほうがいいと思うんですけど、1000万ぐらいしか余剰資金がないですっていう場合は、投資なんかしてる場合じゃなくて、いつ自分の仕事ができなくなっちゃったり、病気になったりするかもしれないので、それはもう貯金として持ってなきゃいけないので、投資なんかに回してる場合じゃないと思うんですね。結局、投資に回すと、不動産だろうが株だろうが、FX だろうが、仮想通貨だろうが、入れたら、そこの入れた先の状態で、 報ールドとされちゃうんですよ、その金額が。1000万投資したら1000万っていう金額を自由に出し入れできなくなっちゃうので、余剰資金がない人とかっていうのは、この投資案件っていうのはあまりお勧めできないかなと思います。不動産で、なんですかね、ワンドルームマンションとかを人に貸すみたいなもので、賃貸大屋さんみたいな投資手法もあるんですけど、あれも実はもう全然儲からないですよね。私も実は投資マンションとかを若い時にサンターパでやってたんですけど、最終的にはもう全然儲かんなくてやめちゃって全部売っちゃったんですけど、まあ、そういったことで、そういうのも、 あまりお勧めできなないかなと、まあ、それだったら、まあ、皆さんがお持ちになっているスキル、あるいは機能性表示食品のスキルとかっていうのを生かしたような副業っていうのがなんかできた方がいいんじゃないかなと。で、自分でやる気がある方っていうのは独立した方がいいと。で、独立する場合っていうのは、すごく重要なのは、その儲かるビジネスではあるんだけど、まあ、さらにそのビジネスの中の商材探しっていうことが重要なんですね。どういう商材が売れるのかっていうのを探さなきゃいけないと。で その商材を求めているお客さんはどういう人なのかということを見極めて、そのお客さんを集客するということが重要なんですね。なので、独立する場合は、この求めている商材を持っている、で、そのお客さんのリストを持っているって、この集客っていうのが一番重要になってくるので。 独立とか、まあ、すでにコンサートとかで開業されている方っていうのは、この集客力をつけるっていうのを、ともかく最大限に考えないと、ビジネスって大きく広がらないと思ってるんですよ。じゃあ、どんな商材が必要なんですかっていうところ、ちょっと独立系の話とかが中心になっちゃうと思うんですけども、お客さんがいて、競合他社がいて、自社がいてっていう、3C 分析っていうんですけども、クライアントコンペティターカンパニーっていうふうなことを言うんですけども、まあ、これの 中で、まあ、どんな人が何を求めてるのか、で競合他社は何を打ち出しているのかで、自分が出せる強みというのは何ですかということで、この 3C 分析をしましょうとかって、いうコンサルタントの人がよく言ったりするんですけども、よくこのベン図だけ見せて、ですねだから 3C 分析しましょうっていうふうに言うんですけど、それは並のコンサルタントで、とても重要なのは、ここのお客様が求めていて、他社が出していなくて、 で自社だけが持っている部分、この黄色の交わった部分、ここを見つけるということが重要なんですね。で、これが USP、強みと、ユニークセディングプロポジションですよという話なんですけれども、例えば、あのメルマがでもちょっと書いたと思うんですけれども、仮にサラリーマンだとしたら、お客様っていうのが、まあ、本当の自分の営業の場合はお客様っていうのもありますけれども、会社の上司とか、会社の役員とか、会社そのものっていうのがあるわけですね。 その会社の上司があなたという社員に対して何を求めているのか、何をしてほしいのか、ライバルである同僚は何をしているのか、自分だけの強みっていうのは何ですかと言ったら、ここの部分を一生懸命アピールして磨いていくと、あなたは会社の中でユニークな存在なのでありがたがられるし、出世するでしょうよという話なわけですね。対外的に通販みたいなものをされている場合は、このお客様っていうのは、 その商品がどうしても欲しい人だと。要は、えー、っと機能性表示食品でいうと、要はお悩みですよね。お悩みを持っているお客さんで,で、そのお悩みを解決できる商品を、あなたの会社しか持ってませんとで。競合他社は出してませんというようなものをアピールできるかどうかなんですよ。だから例えばまつげが伸びる 美容液っていうのが、まあ、今は結構出てきましたけど、昔はそういうのがなかったので、まつげ用美容液でまつげを伸びるんですみたいなものとかがあったときに、それを他社が出してなかったら、自社が出して、それをこう PR するっていうのが USP になったんですね。でただ、だん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 レッドオーシャンになってくると、あの競合他社が増えてくると、なかなかそれもできなくなっちゃうと。その場合、レッドオーシャン、競合がいっぱいいる場合っていうのは、ずらすっていう 例えば一例で言うと,、えー、とニキビの化粧品っていうのは大手がいっぱい出してきてで要は医薬部外品の化粧品じゃないとニキビって言えないんですけどもそれの部位を背中ニキビとかお尻ニキビとか顎ニキビとかっていう風にずらした部位をずらしただけでそこだけを強調したことによって売り上げが1年間で10億円とかいくような単品リピート通販を成功された方っていうのがいっぱい出てきたんですね。 あとは健康食品とかでいうと、例えば青汁っていうのがあったときに、青汁王子っていうのは、今までその青汁って野菜不足の方たちの栄養補給っていう形で、あの救済とかファンケルとか小林製薬さんとかいろんなところとかが出してたんですけども、青汁王子っていう、まあ、美咲君っていうのが出てきて、まあ、彼が非常に薬事法の勉強してた人で、置き換えダイエットっていう方法だったら、ダイエットが言えるっていうその特例に気がついてですね、青汁、 を飲むことで置き換えダイエットっていう USP を打ち出して、しかもライバルがそのテレビ通販とか新聞広告とかやってたときに、若い女性向けのスマホでアフィリエート広告で攻めるっていう相当ニッチなところだけで攻め込んでいったんですよ。そしたら、ここが爆発して200億円とかっていう売り上げになって、でも、かったと。でも、なんか税務署からにらまれちゃって、脱税で捕まっちゃったっいうことはあったりするんですけども、要はですね、ここのニッチなところで USP が見つかれば、 あのレッドオーシャンの市場とかでも、まだまだ開拓できる余地はありますよっていうことなんですね。もちろん、ブルーオーシャンでまだ誰もやってませんとかって商品だったら、かなり売れるんじゃないかなというふうに思います。で、この USP っていうのが、うちの商品ないんですよ。私は USP ないんですとかっていう人いるんですけど、この USP っていうのは、あるんじゃなくて作るものなんですね。だから、自分の USP を言語化する。自分がユニークなのは何だろうとかっていうのを書き出す。あるいは、 他の人からインタビューをして、あるいは商品を買ってくれたお客様のアンケート調査をして、お客様の声の中から USP を見つけ出すっていうことが実は重要だったりするんですよ。ずっと商品だけ眺めててもですね、USP はできないので、この USP を言語化するために、まあ、お客様に聞くとかね、競合他社は何してんだとかね、このお客様と自社と競合他社とのこの引き算のここに 何があるんだろうっていうのを一生懸命探すってことがとても重要で、私も何年もやってて、結局、なんだかんだ言って、この 3C 分析以外ないなって思ってるんですよね。例えばあの上野さんとかやってるアマゾン通販とかもそうですけど、他社が出してます、売れてますっていう商材を、どうポジショニングを変えて PR すると、ここの u s p の中に自分の商品が入ってくるかっていうことをトレーニングすると、売れてくる。 っていいいううのがあるんだなっていうふうに思いますですから、自分の三集分析っていうのをまず皆さんしてくださいと。まあ、サラリーマンの方だったら、上司とか会社がお客さんだっていう設定で、自分の三集分析して、USP は何ですかっていうのを考えてくださいと。で、営業とか物販とかやってる方だったら、新規客とか既存客っていうのは、何を求めてるのかしらと。で、そのお悩み、ニーズに対して、自社商品は、 どう回答できるのかしら、解決できるのかしらということを真剣に考えるようにされるといいと思います。で、皆さん、自分の u s p って一言で言えますか自分の製品の u s p って一言で言えますかということが重要ですね。だから例えば、ギャバとかっていうみんながみんなその扱ってきてるような商品とかになってくると、いきなり同社化してしまっているので、 3話種類の新谷さんが優秀だから、さらにそのレッドオーシャンに拍車をかけてしまっているんですけども、まあ、そういった中で、自社のギャバス商品とか、難消化性デキストリの商品は、他社とどう違うのというのを一言で言えますかということがとても重要なんですね。だから、機能性表示食品にしたからといって、売れないんですよね。だからここをすごく考えてほしいなと。で、USP。 その 3C で見つけた自分が持っててお客さんが求めてるものの u s p ユニークスプロポジションの作り方っていうのは、ベネフィットをまず提示する。2番、競合が言ってない、言いたくても言えないことを書く。で3番、たくさんの人を動かすパワフルな言葉ねで、要は独自の売りじゃなくて、独自の価値観の提案っていうのを理,理解してくださいと。結構、u s p を作るときに皆さんが失敗しちゃうのは、スペックと u s p をごっちゃにしちゃってるんですよ。 例えばこの商品を使うと、吸収力が20%アップしますよとかっていうふうに言ってるんだけど、いや、それはただのスペックでしょと。20%アップするから何なのってことは、吸収力が良くなるので、他の原料を使ったものに比べて、より効くんだよと。何が効くの機能性表示がより効くんだよ。だから同じ関与性分量が入ってたとしても、うちの方が効くんだぜみたいなことが言えるわけですよね。それが価値の提案、ベネフィットになっていくと。 例えば、機能犬の検定講座っていうので考えると、USP っていうのは、例えばベネフィットっていうに考えると、ベネフィットっていうのは、お客さんがそれを買ったら何がいいんですかっていうことですけど、例えば、何回で複雑な機能性表示食品の届け出の仕組みを4か月でマスターできるウェブ講座ですというのがベネフィットですと。で競合との差別化っていうと、まあ、競合他社のような講座は、 あと2社ぐらいあるんですけど、まあ、みんなあんまり立つことないんですけど、まあ、うちの紀の野の場合は2017年にスタートして、ガイドラインの改正に合わせて内容をどんどんブラッシュアップしてますと、まあ、要は歴史があると、あとサントリーさんとか、大保薬品さんとか、大手の健康食品会社さんの社員研修としても定期受講していただいてい、て、受講者はまもなく600名を超えますと、要は歴史があって、あのそれなりに卒業生もいますよと。 で、パワフルワードとしては、この講座を学んで実践することで、機能性表示食品の届け出が成功して、売り上げアップが実現できますよと。で、就職転職独立の成功者も多く輩出してますと。まあ、こういったことはですね、機能犬の検定講座の u s p になるのかなというふうになるわけですね。なので、三週分析をして、自分の u s p っていうのを考えてくださいということが、まず一つのメッセージです。それから、今度は、じゃあ、その売れる商品が出てきたときに、 とはいえ、集客力がないと独立とか会社経営ってダメなんですよね。でどうやってやるのっていうときに、セールスファネルっていう概念があるんですよ。で、セールスファネルって知ってますかっていうことで,で、これがセールスファネルなんですね。ファネルって、こう、常吾っていうことで、ここからお水、じゃーっと入れると、ここから出てくるっていうものがセールスファネルなんですけど、これは一体何ですかっていうと、例えば、広告宣伝反則 PR で、 見込み客をリスト化しますとますと集めまあ、通販でいうとこの LP を作って、リスティング広告をかけて、でそこで、えー、流し込んでいって、商品を買わせるっていう形ですけども、まあ、なかなかですね、すぐにコンバージョンとか商品買ってくれたりとかしないので、まずリストだけ集めると。そこでフロントエンドっていうところで、まあ、集客商品、安いもの、まあ、500円とか1000円とかで試せますよ、あるいは無料であげますよみたいなことで集めると。 でミドルプロダクト、ミドルプロダクト2っていうことで、そんなに高価ではないんだけど、フロントエンドから始まったお客さんに対して、次に提案できるような商品っていうのを提案していくと。最後にバックエンドって言って、バックエンドってのは収益商品っていう言い方ですけど、まあ、値段が高いものもありますけど、値段が高いだけではなくて、利益率が高いような商品がバックエンドとかんですけど。 ですからフロントエンド行って、バックエンドにいきなり行くってパターンもありますし、間にミドルプロダクトっていうのを挟み込むっていうパターンもあるんですけど、この見込み客っていう、その商品に興味がある人たちの個人情報をゲットしてから、どん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 絞り込んでって、最終的に商品をどんどんどん売っていくというのがセールスパネルなんですね。で、さらにこのセールスパネルは、出てきたところで、他のお客様からのご紹介っていうのを受けることで、 またセールスパネルに新規のお客さんを流し込んでいくと。なので、広告宣伝を使ってない、紹介は広告費無料なので、非常に客単価が安い形でお客様をゲットできるんですよね。ですから、このセールスパネルの基本形っていうのを、自社商品でどうやったらつける、作れるのかなっていうのをまず考えてください。例えば、えー、とこのセールスパネルの考え方っていうのは、 まあ三流っていうのは売り上げを上げるために商品を売るんだと、まあ、いきなり、ね、この商品がありますか買ってくださいっていうふうに言うんだけど、一流のセールスマンっていうのは、まあ、顧客を獲得するために売り上げを上げる、要は顧客をまず獲得することを第一義にして、その席に売り上げがあるんだっていうふうに、ダン・ケンネディっていう人が言ってるんですけどもあの、欲しい人をまず集めていってで、そこに商品を提供した方が確実に売れるので、まずこのリスト集むっていうことが重要だよってことをダン・ケンネディが言ってるわけですね。 なので、そこで重要なのは 3C、要は私の会社とか私の製品とか私自身はこんなに USP があるんですよ。で、それに対して欲しいですかっていうリストを集めて、フロントエンド、ミドルプロダクト、バックエンドっていう形で売り上げを上げていく、セールスパネルと。この 3C とセールスパネルが、ともかくビジネスにおいて、あるいは人生においてはとても重要なんじゃないかなってずっと思ってるんですね。 例えば機能性表示食品検定協会とか、まあ、どちらかというと、私の会社の RCT ジャパンっていうところがやってる施策っていうのは、いわゆるさまざまな広告を使って、メールマガジンを読んでもらうっていうことで、リストを集めてます。で、その後無料で Zoom の面談とかってやったり、有料のコンサルしたりで、商品によっては広告作ったり、製品作ったりとかっていう形で、あのどん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 ,どんこう、なんすかね、コンサルの奥,奥行きを作ってるっていう形なんですよね。 で特にこういうコンサル業をされている方、ご存じだと思いますけど、やっぱりご紹介っていうのが多いので、お客様のご紹介で、まあ、さらに会員を増やしていくと、リストを増やしていくということで、やっぱり独立開業とか、えー、と物販とかされている方は、ともかくこの集客力っていうのをつけないと、本当にビジネスにならないので、これをどうするのかっていう、このセールスパネルを自社でこう書いていくっていうことが重要ですよね。で あのおすすめしたいといとうか私も5年前に受けて、これ、本当にいい講座だなと思うので、全然うちのセミナーじゃないんですけども、このセミナーズがやってるってうと、この MBS1、マーケティングビジネススクールの1っていうのがとてもおすすめで、湘南美容クリニックの相川先生とか、70億円で最初加わったんだけど、今は1000億円突破したのかな、売り上げが。 このの人ともかくマーケティングの上なんですよねだから最近湘南美容クリニックでやってる宣伝文句とかをそのままパクって広告に使うとかっていうのを結構おすすめしてるんですけどその時代のキーワードを見つけるのはすごく上手なんですよねあとはちょっとお店の名前忘れちゃったんですけど0秒でレモンサワーっていうですねあの居酒屋チェーンをやってるですねあの藤田さんっていう社長さんがいるんですけどこの方とかもものすごく 3C 分析をやって他社が 出しててなくて自社だけで出せる居酒屋の内容はどういうものだとかっていうのをいろいろ調べた結果、まあ、例えば0秒レモンサワーっていうのは座席ごとにサワーが作れるつうかタップがあってでジョッキだけ運んでこられたら自分でいくらでも勝手にレモンサワーを500円払ったらもうあと飲み放題みたいな。 でその代わりバックエンドで、あの、単子みたいなものとかがあるみたいな、ちょっとこう、居酒屋焼肉みたいなことやってるんですけど、まあ、それが非常に大成功して、コロナの中でも20店舗を見せ出しましたよっていう方とかね。で、あのー、セミナーズの MBS1 が近畿の5月1日ありますよと。1、2、3で、朝10時から、で、2日目は9時から19時半で、3日目は9時から18時半で。まあ、これ私、あの、過去5回も受けてたんですけど、結構ね、もう本当に3日間受けると頭爆発っていうぐらいの情報量なんですけど、まあこれもうすぐ。 5月20日で締め切りで、で今、リアルの講座は100名なんですけど、新宿の会場はもう満席なので、ズームの上で参加できますと。で、あの、えっ、ー、と、この MVS1 っていうその講座を私はセールスをしようと思って、こう話をしてるんじゃなくて、私、過去に受けた中で、これは本当にいい講座だと思うので、皆さん受けた方がいいよってことでアドバイスしてます。で、これを受けると、ものの見方とか考え方がすごく変わると思うんですね。で、これを受けた上で、 自分のビジネスとか自分の人生とかを考えると、なるほどねとかって考えること、すごく多いと思うんですよ。で、6月1日3日のスケジュール合わないよって人は、7、7月の6、7、8とか、9月の6、7、8とか、10月の5、6、7とか、11月の90,11とかってありますので、まあ、このスケジュールとか見ていただいて、興味あれば受けられるといいんじゃないかなと。で、受けたいよって場合はメールくださいと。 一応、ダーニングエッジさんはですねあまりにも私、いいので業務提携させてということで、この間業務提携の契約もしたんですけど、まあ、そういった形でやってますと、皆様方がですねこうさらに前に進むっていう意味で、こうマーケティングを勉強されるっていうのはとてもいいと思いますし、逆にあの機能性表示食品検定協会で、この一般的なマーケティングのセミナーとかをやるのは、ちょっとすごくやっぱり遠いんですよね。なので 基礎をこういうところで学んでいただいて、まあ、その上で皆様方のスキルアップをしていただいたらいいんじゃないかなというふうに思っています。